ます。はい、ということでですね、今隣に美しい女性がいるんですけども、こいつは一体誰だと、多分皆さん思ってると思うんですけど、別に僕の彼女なわけではありません。ということで自己紹介お願いします。ミホライブっていうところでライブ配信をしております、ライバーの林村ゆかりです。お願いします。お願いします。お願いします。あとはもうゆかりんですかね。ゆかりん、いいですか。ゆかりんさん、よろしくお願いします。お願いします。ということで、なんでちょのなんでちょのコラボがあるかというとですね、ミホライブ内で次の動画出演争奪権みたいのがあった。はい、それで見事1位に輝いたゆかりんさん、じゃあ出ていただいてありがとうございます。すごい盛り上がりましたよ。本当ですか。泣いて戦ってました。そんな熱い戦いがジンの動画に出るためにって、人生をかけてっていう人とかも結構いましたから。マジっすか。うわうわうわ。そもそもビゴライブっていうのはですね、世界で人口が2億人くらいいるっていう、なんかめちゃめちゃすごいライブ配信アプリなんですよ。そうなんですよ。その人もトップライバーさんという世界なんで、日本人以外もやってらっしゃるって感じ。そうなんですよ。海外の方、ドバイ、ドバイも、韓国も、東南アジアかなり盛り上がってます。はー、そしてそしてタイムズスクエアというすごいところでの広告もあったりとか、とにかくもう押し売られてる、押し売られてるもう押しに押されてる注目アプリらしいんですけど、トップライバーさんが来てくださったということでですね、突然現れた美女にですね、手料理を振る舞っていただきたいと思います。あざっす。料理しないんですけど大丈夫ですか。いやもう本当にそれがいい。慣れてないってことですね。慣れてないです。あれですね、不慣れな女性でも綺麗な女性が作ればうまいのか。一緒に作っていくんですけども。一緒に、それ楽しいですね。うん、うんうん、わかんない。一緒じゃないかもしれない。一緒じゃないんです。一緒じゃないかもしれない。ちなみに何作るかとかは決まってます。何にもですね。じゃあですね、僕好きな料理がありまして。あ、何ですか。パスタ。何パスタが好きなんですか。何でも好きですね、本当に。言っちゃえば麺茹でたら勝ちなとこあります。昔お金がない時とかはパスタ茹でてポン酢を上からかけるだけのご飯食べてたりして、ね、めっちゃうまいんですよ。最悪それでもいいです。そうします。どうする。めっちゃ手抜きしようとしてるやん。ということで、じゃあ作っていきましょう。作ることがないんですもんね。ない。え、作ったことはあるんですか。あります、あります。昔はしてました。食材がこちらにありましてですね、一応必要そうなものを買ってまいりました。あ、ありがとうございます。完熟カットトマトとかあるんですけど、あとひき肉、おたふくソース。おたふくソース使わないでしょみたいな。しかも見てください、これワイン。飲みましょう。いや、飲むとか飲むとかじゃないって。飲もうとかじゃないですって。これ飲むやつじゃないです。これ一緒に飲むとかじゃないです。一緒に飲むやつじゃない。お酒飲まないですから。お酒飲んでる動画ありましたよね。ありましたっけ。確かに、でもあったかもしれない。よし、作っていきましょう。パスタとか売ってるの本当に何年ぶりだろう。そんなに自炊しないんですか。しないですね。一人なんで電子レンジでできます。どれくらい食います。私はこんなもんですよ。え、マジっすか。今回はじゃあ4束いきます、はい、2束食べていただいて、自分も2束いってみて。いやー、これは食べれないな。どんくらい配信してるんですか。私はそんなに多くないんですよ。カリスマ性だけでやってる感じですか。ですね、とか言って。これこれさんとか言って。あ、これこれさんとかね、なんか、ビゴでもやってますね。この間、マルチ配信遊びに行きました。マルチ配信遊びに行くって何ですか。マルチ配信っていう機能は、いろんな人が、リスナーさんも参加できるんですよ。うん、コラボできる。そうなんですよ。楽しいですよ、すごく。クルコさんと話したんですか。話しました、もうなんか。みんなから売名落ちって言われました。ニンニクたくさん入れればいいと思ってるタイプで。お互い口臭くなっていきました。お互いに。大丈夫ですか。ディナーとかないですか。ないです。ないんですね。入れていきます。生配信では基本的になんか雑談とかなんですか。雑談と歌です。歌すごい。あ、いいっすね、いいっすね。この手がいいっすね、この。なんか跳ねるってできそうな気がします。あ、なんかいけそうな気します。 いけそうな気がしてきました。これゴミはどこに。ゴミなんかそこ入れちゃってもらって大丈夫ですか。いいっすね、いいっすね。結構焦げてる。やばいやばいやばい、苦い。苦い風味の。苦い風味、あ、いい。苦い風味も好きですから、本当に。茹でるの得意そうです。茹でるのめちゃめちゃ得意。得意なやつしか多分いないと思うんですけど。あ、ほら、これこの切り方する人は上手い人ですって。昔やってた感が。昔やってた感あります。今もこの切り方する人上手い人なんだよな。これみじん切りになってるっていうやつですよね。こうですね。全然気にしないでください、こんな。お昼は食べてきました。食べました。しっかり食べてた。自炊してるんですか、基本的に。基本的にウーバーですね。いいですね、男料理って感じで。あ、ちょっと待って。女性、女性ですね。どういう
ジャンルで人気になっていったんですか？ライブ配信ですか？はい、基本的にコミュニケーションなので、コミュニケーションをするだけです。えライブ配信は結構近い感じで。いやでもカットなしですよね。ノーカットってことですか？ないです。だからなんかもう本当に卑猥な名前とかにしてユーザーネームをライバーさんその名前読む、名前読むからさんとかって買ってんな。そうなんですよ。いやいいっすねそれ、俺もやろう。ダメダメダメ。生配信7年ってすげえな。それで言うと俺も動画投稿してた7年なんで同期だ。ちなみに麺はぼちぼちいったらぼちぼち。いいな、なんか人と料理するの楽しいな。行きたいなで終わるやつですよ絶対。おいしそうに食べます。ちょっと味見してみてくださいよ。はい、味見させてください。おでもめっちゃうまそうだけどな見た目。そうめちゃめちゃうまいです。めちゃめちゃうまい。寂しい思いじゃん。ごめんなさいごめんなさい。汗乗ってましょう。なんか違う気がするんだけど。なんか一枚で乗ってないんだよな絶対。こっちもこっちなんかちょっと違うし。なんなんですかね。刻むんすかね。まあでも可愛いから。可愛いから大丈夫ですこれで。キャラクターのポムポムプリン感で。あ、ほうほう確かにちょっと濃い。ということで完成です。突然エプロン。終わった後にエプロン着るやつ。サムネの都合でね。ということでこちらです。めちゃめちゃ美味しそうな雰囲気出てますね。ちょっとバジルが様子がおかしい感じもありますね。なんでなんでなんですかね。なんだろうな、もうちょっと散らすのかな。まあでもこれもこれでありなんですじゃないでしょうか。いい感じ。はい、食べましょう。はい、ということで早速食べていきましょう。美味しそう。めちゃ美味しそうじゃないですか、うん、いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。なんかヘルシーそう。そうそんなことなくない。レトルトじゃないから。そうっすね。そうっすね、確かに確かに。手作りはね。どうです。美味しい。あ、美味しい。普通がちっちゃいから。すごいっすね、量。こんなあるんですよ、量が。優しい味。優しい味ですか。味は体に良さそう。体に良さそう。え、なんか YouTube もやってるんですもんね。チャンネルありますよね。 YouTube あります。ビログみたいにやってませんでしたっけ？あ、そうなんですよ。私37歳で。ん？誰がですか？私です。まっか37? 美容チャンネルもやってます。はい。若くないっすか？下げてます上に。ない。気持ちはめちゃめちゃ若い。気持ち若くしか若い。姉さん。姉さんなんですよ。2、3個上とかだと思ってました俺。嬉しいです。37。美しい。あのなんか在宅みたいなの。在宅。在宅テクニックですか？お金の貯金の仕方とか。な自分向けじゃないですか。地味な地味なチャンネル。ああ、いやいや、でもそういうのねちゃんと需要ありますから。あ、本当です。見てみよう。なんだちょっとね全然なんですけど。いや、もうこのチャンネルで宣伝していきましょうよ。あ、嬉しい。36歳女のナイトルーティン。めっためちゃ気になるぞこれ。絶対こんな生活してないって言われまくってて。独身でいたいとか。独身なんですか？独身で。ビジネス独身じゃないですか？結婚願望ありますか？結構ありますよ。でもなかなか結構やっぱ忙しいんで全然時間作ってあげられないなと思うし、 あとなんか彼女とかそういう人できても多分仕事優先しちゃうと思うんですよね。だからなんか結婚したいけど今はちょっと落ち着きたくないかなっていうのがよくわかんない。適度で大丈夫って人募集してます。募集してるんだ。そんないっぱい来るでしょ。なんでしょ。一番はやっぱりこういう活動してるんで理解してくれる人ですかね、昔からずっと生配信でやってたんですか？ジャズバーで歌ったりとかして25歳ぐらいの時に上京してきたんで。ずっとどこだったんですか？岡山県ですね。岡山。マタソさん。え、ねえ。そうなんじゃ。でももう岡山弁は地元帰った時にくらいの。そうそう、マタソさんってこっちにいますよね。結構いますね、半々くらいで。マタソさんってこっちにいますよね。結構いますね、半々くらいで。馴染まないっすね彼女は。え、YouTube 動画はどれくらいのペースなんですか？週に1本とかならダメですよね。週1で確実に上げれてるんですか？このイベントに参加するの必死でした。あうまいこと言ってくるな。じゃあ仕方ない。じゃあ仕方ないわ。みんなもう12時間とかしてますから。12時間してんすか？うん、毎日。やばっ。じゃあずっと誰かに見られながらこう話してるわけですよね。そうそうそう。男の人もやってるんだ。結構イケメンの人がランクインしてましたよ。じゃあ結構いろんな毎日配信とかしてて楽しいんですね、やっぱり。そうですね。いやいやじゃない。すごい充実してます。毎日充実してるんですか？ライブ配信が私の人生を変えてくれたぐらい。
今エコーかかってました今ライブ配信が人生を変えてくれた。キラキラ。ライブ配信が私の人生を変えてくれたぐらい。でもぜひこれを見てる方たちもぜひ。あ、はい、ぜひ。人生変わる可能性ありますからね。あります、あります。楽しみましょう、ライブ配信。うん、やってみてください。全然止めてます。ここへ、かっこここへで話に襲われたい人はでも、ライブ配信長いからノウハウとかも分かるわけじゃないですか、流れだとかは、はい、それはでかいっすよ。伸びるコツは、ちゃんとコツコツ時間をできるか、仕事を辞めてまでできるかぐらいの。マジっすか。バイト辞めようみたいな。バイトをする時間だったらビゴライブした方がもしかしたら未来につながるかもっていう。そうですね。まあなんかあとは雑誌のイベントだったり、うん、テレビのイベントだったりがあるので、メディアに出たい方、確かに確かに、ぜひぜひ楽しめるんじゃないかなっていう、そういう夢につながる、うん、確かに、なんかそういったメディア出れるチャンスっていうのはすごいですね。なかなか普通の人出れないですか。私もなんか配信始めてちょっと綺麗になりました。昔のインスタとかを見ると、うん、自分のインスタを見るとなんか今の方が年は重ねたけど、うんうん、あ、いいっすね。やっぱ見られるからなんか意識するんでしょうね、いろいろ多分そういうのあると思います。うん、すごい、美味しくいただきました。あと姉さんの分も言わせていただきます。え、すいません、なんか女性ファンに怒られちゃう。いやいや、もうフォークさえ一緒じゃなければ。でもやっぱり手作りいいっすね。コンビニにはない温かさありますね。冷えてるけど。あ、やっぱきつい。やっぱ基本そんなに大食いではない。一人ちょっと食べれる普通、中の上みたいな。ビゴライブ飲みみたいなないですか。ビゴライブ界隈の人たちが集まって飲むとか、何かイベントとかオフ会だとかありますよ。オフラインイベント、リスナーさんも来るみたいな。私友達いなかったんですけど、友達っぽい人がいっぱいできます。友達っぽい人がいっぱい